ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。日産地前元圭介さんのメンバー限定配信が、コナミのガイドライン違反だとして話題になっています。今表示しているのは、前元さんのメンバーシップ限定放送の一覧なのですが、今年は7月20日と22日に、パワフルプロ野球2024をされています。これは、パワフルプロ野球動画投稿ガイドラインにて、明確に禁止されている行為なのですね。営利目的での投稿、プレイ動画などの販売、および有料のクローズド配信を含みますと明記されています。前元やっちまったか？二次三次はクリーンなはずなのにおかしいね。ちなみに、去年やってたパワプロ2022も、ガイドラインはほぼ一緒なので、結構な数の配信がガイドライン違反となる可能性が高いです。二次三次が、コナミから、特別に、有料クローズド配信の許可をもらっている可能性も、ゼロではありませんけども、それを表すような文言は特に記載されていません。許可もらってるならそう書かないと、ガイドライン違反してるだけって思われても仕方ないよね。多分、この件は、二次三次運営から何か発表されることもなく無視され続けるかと思います。そういう会社ですからね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。